ポリエンカビフェニル、ポリエンカビフェニル、ポリエンカビフェニル、またはポリクロロビフェニルは、ビフェニルの水素原子が塩素原子で置換された化合物の総称で、一般式 CHCL1N10 で表される。置換塩素の数によりモノクロロビフェニルからデカクロロビフェニルまでの10種類の化学式があり、置換塩素の位置によって計209種の異性体が存在する。 略して PCB とも呼ばれる。なお、英語ではプリント基板、プリンテッドサーキットボードとの混同を避け、PCBS と呼ばれることもある。熱に対して安定で、電気絶縁性が高く、耐薬品性に優れている。加熱や冷却用熱媒体、変圧器やコンデンサといった電気機器の絶縁油、化素材、塗料、ノンカーボン紙の溶剤など、 非常に幅広い分野に用いられた。一方、生体に対する毒性が高く、死亡組織に蓄積しやすい。発がん性があり、また皮膚障害、内臓障害、ホルモン異常を引き起こすことが分かっている。1881年にドイツで初めて合成され、1929年に米国で工業生産が始まった。日本では百五十四年、 昭和29年に金が淵化学工業高砂護事業所等で製造が始まったが、1968年、昭和43年に起こった金見優勝事件をきっかけに、1972年、昭和47年の生産、使用の中止等の行政指導を経て、1975年、昭和50年に製造及び輸入が原則禁止された。1979年、 台湾輸送が発生した。1999年1月、ベルギー大沖キ汚染が起こった。動物用飼料が汚染され、PCB に汚染された肉や乳製品が流通した。しかしながら、以前に作られたものの対策は取られておらず、2000年頃から、世界で PCB を含む、電気、電気製品。 特に老朽化した蛍光灯安定器のコンデンサから PCB を含む絶縁油が漏れる事故が次、社会問題となった。PCB の毒性の強さは異性体により大きな差がある。渦は風による毒性の評価をまとめたものであるが、テフトは毒性等化係数といい、最も毒性が強いとされるダイオキシン類 PCDD、ミツには TCDD を1とした場合の 各異性体の相対的毒性評価である。PCB の毒性のうち発音性、再帰性は、ダイオキシン類、ポリクロロジベンゾジオキシン、ポリクロロジベンゾフランに似ている。そのため、それらを示す PCB を、ダイオキシン様 PCB と呼びダイオキシン類に加える。世界保健機構、風により、12種の異性体が DLPCB に指定されている。 毒性の強弱は数桁の差がある。非ダヨキシン様 PCB も工場線異常などの PCB 特有の非ダヨキシン様毒性は示す。しかし PCB の健康被害や環境汚染で問題となっているのは大半が大ヨキシン様 PCB である。大ヨキシン様毒性が特に強いのがコップラナー PCB である。 ビフェニルの2つのベンゼン環は回転可能だが PCB のビフェニル構造は置換する塩素の位置によっては強平面構造コップラナティを取るこのような PCB がコップラナー PCB であるなおコップラナーでない PCB はノンプラナー CB である PCB はオルトイ2266の塩素の数でノンオルト置換 PCB0 個 モノオルトチカン PCB1 個、ジオルトチカン PCB2 個と分類するが、厳密にはノンオルトチカン PCB がコプラナー PCB とされる。オルトくらいの塩素は強平面構造を妨げるからである。ただし、ダイオキシン様 PCB すべてをコプラナー PCB と呼ぶこともある。ダイオキシン様 PCB にはノンオルトチカン PCB と モノオルトチカン PCB が含まれる。日本では1972年に行政指導という緊急避難的な措置として製造、輸入、使用を原則として中止させ、翌1973年には化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律を制定、発行は1975年し法的に禁止している。PCB を含む 廃棄物は国が具体的対策が決定するまで使用者が保管すると義務付けられたが電気機器等については対応年数を迎えるまで使用が認められたことから PCB を含む機器の所在や廃棄物の絶対量の把握が曖昧なものとなった1980年代以降になると PCB の危険性に対する認識が風化し保管されていた廃棄物が 他の産業廃棄物と一緒に安易に処理されるなど、行方不明になる例が報告されるようになった。厚生省は1992年と1998年に保管状況の追跡調査を実施したが、調査を通じて、大量の PCB を含む大型トランスやコンデンサが、わずか6年の間に、大数比で4.1%もの機器が行方不明になる実態が明らかにされている。 1972年からの紛失率を考えた場合には膨大な量になることは明らかであり、一刻も早い抜本的な処理体制の確立が急務となった。一方で、処理体制の模索は絶えず続けられてきた。1976年には、通商産業省、経済産業省の前身の外閣団体として、電気 PCB 処理協会、現、 電気節塩物処理協会が設立され、高温焼却処理施設の設置が模索されてきたが、PCB の危険性を危惧する住民運動により、すべて頓ん日本では、その後約30年にわたる長い間、PCB を含む廃棄物の具体的な処理基準や処理施設は公にめられないままであった。1990年代以降は、 新たに安全な処理方法の検討が行われた結果、処理方法の多様化が認められ、2000年代に入ると一部の企業においては、商業的な処理技術の立証を視野に入れた実験的処理が行われるようになった。2001年6月、日本は POBS 条約、法術の調印を受け PCB 処理特別措置法を制定し、合わせて環境事業団法を改正して、 2016年までに処理する制度を作った。こうした対策は進んでいるものの、依然として日本国内では PCB を使用した機器が溢れており、問題視されている。一例では1999年に青森県の高校、東京都八王子の小学校にて相次いで照明器具、蛍光灯内の PCB を使用したコンデンサが老朽化のため爆発。 生徒や児童に直接 PCB が降りかかるといった事故が発生。それらに続いて全国各地で同様の事故が発生し、2001年、平成13年に閣議了解で同年末までに交換を終える決定がなされたにもかかわらず、2013年に至っても北海道の中学校で同様の事故が発するなど、公共施設をはじめ多くの場所で使用され続けている。 1970年代以前のコンデンサ類のすべてで PCB が用いられているとは限らないが、今となっては使用状況が正確に把握できないこともあり、眠る爆弾として衛生面、環境面から恐れられる存在となっている。2001年5月、PCB を2028年までに全廃することを含む国際条約である POPS 条約。 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約が調印された POPS はパーシステントオーギャニックプルテンツの略語で残留性有機汚染物質を指す PCB の処理方法には以下のようなものがある食品に含まれる PCB の濃度については1972年に暫定規制値が定められた今日でも時折検査が行われている 1975年に PCB の提出暫定除去基準が制定され、全国で PCB で汚染された提出の春節が行われた。なお、PCB のうち、コプラナー PCB、塩素原子が分子の外側を向き平面上分子となっているものであり、一般の PCB に比べて毒性が高い。和題陽気神類の一種であるが、 かつての PCB 暫定除去基準に従って、浚渫した海域において、ダイオキシン類の低出環境基準を超過する低出が検出される例が見られる。また、PCB を含む絶縁油などの不適切な管理により、河川や閉鎖水域に投棄された PCB 油による低出汚染も検出されている。汚染原因者特定のために、 異性体パターンによる PCB の種類の特定や、ケミカルマスバランス法による負担割合の定量的な算定が行われている。PCB は、ポリシューカジフェニルエーテル、プブドなど、他の化学物質とともに、太陽の海底も広範囲に汚染しており、マリアナ海溝などで採取された深海生物の甲殻類からも検出されている。PCB を含む電気機器等が、 廃棄物となった場合、これをポリエンカビフェニル廃棄物という事業者等はポリエンカビフェニル廃棄物を処理するまでの間、特別管理産業廃棄物保管基準に従って当該物を保管しなければならない廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第2項。具体的な基準は次の通りである。ポリエンカビフェニル廃棄物を委託処理する方法は、 廃棄物に含まれる絶縁油の PCB 濃度や廃棄物の種類によって異なる。具体的な委託処理方法は次の通りである。なお、日本環境安全事業で処分するには、危機登録、予約しなければならない。テレビニュース等では、PCB、ポリエンカビフェニールと呼ぶのが普通である。なお、ポリエンカビフェニールの故障は、 有機化学の化合物命名規則上不正確であり、英語での故障、パリクロリネティドビフェニール、イコールポリ、塩素化ビフェニルにも対応していない。日本の法律では、ポリ、塩化ビフェニルの故障が用いられている一方で、所管官庁である、環境省が作成した文書にも、ポリ、塩素化ビフェニルの故障が用いられているものがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。